はいどうも、ヘビフロッグと申します。こんなところに使用済みティッシュがありますね。何に使用されたティッシュでしょうか？気になりますね。それでは中を確認しましょう。オープン。お、なんと使用済みティッシュには土が付着しています。しかもこの土、木のくずのような形をしていますね。この汚れはカブトムシの床材、昆虫マットです。そう、実はこのティッシュ、メスのカブトムシの体についた土を取るために使用しました。このティッシュはメスのカブトムシを拭くという目的で私が使用します。ほら、拭きました。というわけで今回はこのカブトムシのメスの体を拭いた使用済みティッシュをオスのカブトムシにプレゼントしたいと思います。人間からすると土がついたゴミですが、オスのカブトムシはどのような反応をするでしょうか？早速与えましょう。それでは早速近づけます。ほら、お、カブトムシは使用済みティッシュに抱きついています。おお、抱きついてる抱きついてる。お、こけてしまいましたね。使用済みティッシュに抱きついてくるくると回っています。どうする？うお、うお、なんとこいつ使用済みティッシュに興奮して発情しています。このお尻の振りは発情している時に見せます。興奮してる興奮してる。ティッシュに顔面をうずめていますね。ティッシュに興奮しています。ものすごく痙攣していますね。喜んでる喜んでる。まるで抱き枕を抱いているようです。それではこの姿を拭いたメスに見せましょう。ほらほらほら、使用済みティッシュから全く離れません。面白い光景ですね。それではどれだけの時間このようにしているのか時間を計りましょう。スタート。なんと5分が経過しました。カブトムシは未だに元気です。すごいですね。さあ、カブトムシは記録を更新することができるのでしょうか？おお、振ってる振ってる。なんと10分が経過しました。このまま放置しましょう。
まだやっているんですか。なんと1時間が経過しました。明らかに様子がおかしいですね。カブトムシはなぜこれだけの時間張り付いているのでしょうか。実はカブトムシ、匂いでメスを判別しています。カブトムシのメスには特有の匂いがあり、このようにオスは匂いを嗅いでメスだと認識しています。つまりメスの匂いがするものであれば何でもいいんですよね。このティッシュペーパーはメスを拭いているので、カブトムシのメスの匂いがします。このオスはそれを嗅いでメスと勘違いしているんですよね。嗅いでる嗅いでる、メスの匂いを嗅いでいます。この調子だと死ぬまでするかもしれないので外します。ほら、カブトムシは匂いを重視する生物ということで、有性生殖を行う生物であれば自然な反応ですね。はい、というわけで今回はカブトムシにメスを拭いたティッシュを与える動画でした。性的な表現は一切ない生物学の動画でした。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。